こんにちは。今回は、天の錬金チケットを実際に錬金してみた結果をやっていきます。レア11の装飾品が確定で出ると噂のチケットだったよね。そうそう、激高ラージャンを倒し続けてようやく100枚集められた。集めるの大変だと思うけど、レア11の装飾品を集めるならいいよね。実際200個錬金してみた結果をどうぞ。狙ってた装飾品は出たのかな？挑戦に、逆恨みにが欲しかったので、欲しかった装飾品出ましたね。欲しかった装飾品が出たならよかった。他にも使えそうな装飾品が何個かあったので、装備の更新のために作業に入ります。また強くなってしまうのか。天の錬金チケットは集めるのが大変なチケットですが、集めたら見返りがあると思います。月光ラージャンを討伐してる時にも、報酬で攻撃2などのレア12の装飾品も出たりしました。滅飛周回してても狙っている装飾品が出ない人は、月光ラージャンの周回もおすすめします。ということで今回は、天の錬金チケットを実際に錬金してみた結果でしたが、皆さんどうだったでしょうか？運もあると思いますが、私は無事に狙っていた装飾品をゲットできました。これからも動画をアップしていくのでもしよければ見てください。動画を見逃さないためにぜひチャンネル登録お願いします。最後までご視聴ありがとうございました。